au オプトロニクス B154 修例に au オプトロニクスコープは、勉強グループの液晶パネル製造会社。本社は、台湾、新築市名はじめ電通とともに、名はじめ友達集団の中核会社であり、2019年現在で4万人の社員を抱える。かつて、キビ電子、広志輝き電子、中華栄冠、関羽綾アとともに、 メイタゴトラと呼ばれ、1990年代後半まで、日本勢が独占していた液晶のシェアを、韓国勢に続いて上回った台湾液晶産業のオスである。液晶パネルについては、2001年に、日本のシャープ、日立 NEC ディスプレイテクノロジー株式会社、その他の日本メーカーを抜いて、世界3位の液晶会社となった。 2001年から2008年までサムスンと LG に次ぐ世界3位をキープしていたが2009年に同じ台湾の群れはじめ光電にシェアが抜かれて4位になった2010年代後半よりンバや BOE など中国勢の液晶シェアが拡大しているがアウオは依然として液晶大手メーカーの一つでありテレビなどのモニター向けと車載向けを中心に 4KUHD などに強みを持つ。2019年現在の LCD パネルのシェアは、BOE、LG 電子、ムレはじめ光電、サムスン電子に次ぐ、世界第5位。ソーラーパネルの流通ネットワークは、25以上もの、異なる国々で96以上の販売業者と、卸業者を抱えている。2010年代後半より各社が生産している。 有機 L パネルについては、製造能力はあるものの大規模投資からは距離を置いており、2013年より、スマートウォッチや VR 向けを少量生産している。しかし2019年現在、液晶の根崩れに伴って業績が悪化しており、次世代ディスプレイの投資で出遅れたアウンは、現行世代の OLED 製造方式である、乗着方式をスキップし、 次世代の OLED 製造方式であるインクジェット印刷方式の製造装置を2019年に導入。同時に OLED の対抗馬となるミニ LED の研究を進めている。エーサー社参加でトールゴカギが1996年8月に設立された。これがアウオの前身企業となる。2000年9月に台湾証券取引所に上場。 2001年に、ツラネトモコーデンと合併し、合併後の名称を、友達コーデンとした。2003年に富士通、ディスプレイテクノロジーズ株式会社に、資本参加。2006年に、クアンタ参加の後期電子を買収し規模を拡大。ありがとうございます。